ちゃこんにちは。はい。はい、ゆたかさん。はい、久しぶりだね、乾杯のちいちゃん。そうですよ。はい。ね、この間もね、一回やりましたけどね。そうだね。まあ、まず、日本のより先に、アメリカのね、メジャーリーグが開幕ということで。まあ、韓国でね、開幕ということで、それも、ドジャース対パドレスという。ねまあ、正確に言えばパドレス対ドジャースかな。ダルビッシュが先発ということでね。ねまあ、2番大谷と。これほど注目の対戦はないですよ。これはやっぱ楽しみだね。まあ、大谷は、まあ、小さい頃からダルビッシュさんを見てきて、ねえ憧れてきたと、ああいうピッチャーになりたいと、うん、でダルビッシュの方は、うんまあ、トレーニングも一緒にしたことあるし、うんまあ、ただそういう市場はあの抜いて、まあ、勝負に徹したいというようなね。これがね試合前のお互いのコメントでしたけど、まあ、非常にねかっこいいコメントで、うんねまあ、どんな戦い方になるのか、なんで日本でやらないのかっていうね、もうすぐそこまで来てるんですけどね。まあそうだねまあだけど2人ともねアメリカ、うん、あの韓国で大人気ということでね、本当にまあ本当にこうなんていうの、野球ファンがすごくこう注目してたという ね、まあ、対戦をちょっと今日は振り返ってみたいというふうにはね、はい、思うけども、ということで、はい、結局ねあの直接対あの2人がね対戦したのは2打席だったということで ね、はい、そうだねありましたけども、まあ、2番 DH ということでね、うんまあ、いきなり初回から当たるということで、ほんと、まあ、初回、まあ、どういう入りをするのかなっていう、うんこの初球っていうのは非常に注目だったんだよね、うん、それはなぜかというとどこに印象づけるか、ダルビッシュが、うん、で大谷がどういうふうな対応をするか、うん、これが非常にあの楽しみだったんだよ ね、でまあこれ第一打席目、キャッチャーの構えは外のボールを、外のストライクゾーンを要求してたんだけど、うん、やっぱり力んでたねダルビッシュも。いやね、表情からだとねちょっと僕分からなかったんですけど、やっぱね緊張感あるよな、ね、で引っ掛けて高めに、インサイドの高めに抜けていくんだよね、うん、だからそのボールを大谷も打ちに来てたけどもさ、まあとてもね、とても打てるようなボールじゃなくて、うんまあ、ちょっと避けたんだけどもね。で2球目でやっぱり外の、キャッチャーは外構えてたんだけども、うんうんインサイドやっぱりちょっと引っかかってきて、うん、でそれを大谷がフルスイングをしてファールにするという、3球目は、うんやっぱり外、これランナー一塁、ノーアウトランナー一塁だから、うん、ゴロを打たせたいし一塁間ゴロでも引っ張らせたくはないんだよね、うんうん、やっぱこれ空振りを取りに来てるんだよ、うん、でこれがボールになった、うん、見逃して、うん、でダルビッシュの中ではやっぱこうインサイドのボールが1球目から3球目まで外の要求だったけど引っかかってきてるんだよね、うんうん、これを利用して4球目に外にチェンジアップを投げたんだよ、うん、組み立てとしたら全然自分がプランしてた組み立てじゃないんだよね、はい、やっぱランナーが一塁にいるし引っ張らせたくない、うん、外のボールを集めてゴロをなんとか打たしたいっていうことがこう引っかかってきてるから、なるほど、これはそのまま引っかかってしまうと1、2塁が抜けて1、3塁を作られるケースになると、うんうん、まあそういうことなんで、外にチェンジアップ力み回ってたからさ珍しいよねダルビッシュが、うん、やっぱ相当お互いが意識をしてたというような戦い方だったんだけど、はいはい、まあチェンジアップで外に抜けてった、それも高めだったんだけども、大谷が珍しかったよね。やっぱ大谷も相当力んでたと思うんだけども、当てに行くようなバッティングで泳いでね、うん、そうなんですよね。でショートゴロになったという、でまあ一塁のねランナーを二塁で封鎖をした、うんうん、まあゲッツを取りに来たんだけど大谷の足は速いな、やっぱりな、無駄のない守備だったように見えたんですけど、いや全然、いや無駄なんか1ミリもないような守備だったよ。結構余裕でセーフですね。まあそうだね、うん、だから1打席目はなんかこう自分が考えてるプラン、うんよりは全然違った投球にダルビッシュはなっちゃったというね。それは一方大谷選手もそういった感じだったんでしょうか。やっぱりこう力が入ってたね、うん、相当にね、うんうん、ただバットを振りに来てるから、うん、積極的には来てるなっていうような感じはしたんだよね、うんまあ、1打席目にね、うん、だけどまあ世紀の一戦の1打席目ということで、はい、やっぱお互いがこう力んでお互いなんかこう力は出し切れなかったというね、うん、まあ1打席目、はい、
1打席目の直前のランナーっていうのは、うん、ピッチクロックの影響でフォアボールっていうふうになったっていうことも、まあまあね、やっぱちょっとあんまり良くない影響だったりもします、はい、まあでもね、ダルビッシュぐらいになったらね、うん、そんなには気にしてないと思うよ。なるほど。やっぱ開幕戦ということもあるし、うん、独特な緊張感もあるし、だからそこら辺はあんまり神経質にならずに、うん、まあ大谷には集中してたね。なるほど、うん、まあ本当にこう見てる方までが関係ないのに緊張しちゃう。いや、まあ緊張したね、1打席目はね。さあ、そして2打席目、はい、2打席目ね、はい、回ってきまして、こういう風になります。はい、トータル5球、はい、はい、まあ1球目、うん、やっぱまっすぐから入っていくんだよね、はい、で、インサイド、まあ厳しいボールだったんだけども、うん、まあ大谷の待ち方としたら、やっぱりインサイドの速いボールをやっぱ待ってるなっていうような感じがするよね、うんうんうん、まあ、そっからあの遅いボールだったら溜めていって打ちに行くという、まあ、本当にこうオーソドックスな、うん、シンプルな待ち方をしてるなっていうような感じがする。なるほど、うん、でこれファールになる、はい、でもダルビッシュの中ではやっぱファールを打たせる、うん、そんな感じのボールだったね、初球は。なるほど。で2球目、はい、こう落としていくという、はい、でこれはボールだったかな。で3球目、うん、これをボール気味のカットでインサイド投げるんだよ、高めに、はいはい、これもダルビッシュの計算通りファールなんだよ、うん、これ大ファールだったけどさ、ドキッとしましたね、うん、だけどやっぱコースがいいだけに、うん、やっぱこうファールになるんだよね、うん、このインサイドインサイド、はい、やっぱこう1打席目もインサイドインサイド、3球目までは、うん、ねこう攻めてって、はい、さあここで落とすかな、うん、と思ってたら外からのスライダーを持ってきたんだよ、遠目から入れてくるという、はいはい、うん、これがボールになるという、うんうん、最後5球目のボール、うん、キャッチャーはインサイドの高めを構えてるんだよね、はい、それがちょっとシュート回転をして、ライト前に打たれるという、はい、ね、うん、高めはやっぱダルビッシュが言ってるように、うん、大谷、まあ大谷以外でもちょっと煽り打ちをする、うん、バットのヘッドが下がって打つバッターに対してはこう高めのボールが有効的だというふうに、はい、ね、まあ、あの動画でも教えてくれたし、うん、だからそこを意識して投げてるんだよ、はい、ただダルビッシュはもう一つ高度なことを考えていて、うん、これはねフォーシームじゃないんだ、ツーシムなんだよ。一瞬ここにボールを見せといて入れようとしてるんだよね、うん、それがちょっとシュート回転が早すぎて甘いボールになっちゃったんだよ、うん、でも大谷があそこの高めをやっぱしっかり打てるっていうのはやっぱ大したもんだしさ、うん、でダルビッシュの考えてたこと、うん、これもやっぱこう最後のボールはボールゾーンからインサイドに入れるっていう考えてるボールなんだよね。だこれがうまくいってなかった、これがうまくいってなかったら大谷はやっぱあの三振してたかもかな。うまくいってたらね、うまくいってたらやっぱ一瞬ボールに見えてこう入ってこられると、はい、やっぱバッターってボールって決めたらもうバット出ないからさ、だからダルビッシュもね考え抜いてたね。だからこのボールはね素晴らしく高度な、また追い込んでからダルビッシュが考えてた、もうこの大谷を打ち取るためにまさにね、まさにこの一球だったと思うんだよね。なんかこうね、試合前のお互いのコメントの中のダルビッシュ投手のコメントに、はい、もうしっかり勉強をしてっていうことを言ってたのは、うん、もうそういったところも含めてなんでしょうかね。そうだね、だからまあ1打席目の攻め方、うん、まあ例えばランナーノーアウトランナー一塁での攻め方と、うん、やっぱ大谷を三振に取りに行った、うん、この2打席目、うん、まあ結果は打たれはしたけども、うん、やっぱそこにはやっぱすごく高度な技術が詰まってたなと思ってね、うん、やっぱさすがだなと思うよ。ピッチャーってファールを出しに行く、うん、まあ、大谷のあのスイングのスピードだ とかだったら、うん、まあ、ダルビッシュも自分のまっすぐでは、うん、フォーシームではやっぱ通用しないかなって、うん、多分考えたと思うんだよね、うんうん、これをやっぱカットを入れることによって詰まらすかファールに打たすか、うんうんうん、これもこう最初の入りとかも考えてたし、うん、やっぱ勝負球っていうのはこっからボールに見せてこう入れたかったんだよね、うんうんうん、あ、だからね見応えあるよ。
もう2打席ね。2打席見応えあったな。これはじゃあこう一方大谷選手は1打席目の内容を踏まえての2打席目なんですか？大谷を見てるとね、うん、やっぱシンプルだわ。うん、なるほど。あんまりね考えない。やっぱもうシンプルイズベスト。うん、で自分を信じられるバッターだね。うん、なるほど。どこに来たって打てるっていう。うんうん、まあ、ただそれだけってことっていう。そうそうそう、はあ、でダルビッシュはこうそこを欺いていこうとするね、うん、この勝負っていうのはやっぱさすが高度なね技術を持ってる2人だなっていうね、うん、まあそんな勝負やったなね。え、うん、もう本当にねすごいいろんな感情が湧きましたけど、まあ、そうだね、うん、まあやっぱダルビッシュが投げてる表情とか、うん、まあやっぱさすが開幕投手だけに、まあ、落ち着き払ってるし、うん、まあもう力むのはしょうがないしね、うん、ただ大谷はやっぱもう自分のこうペースを守るというか自分のスタイルを守り通して、うん、やっぱ笑顔を見せたりだとか、うん、まあ盗塁もねしてたけども、はい、早いな足がな。本当早いです。めちゃくちゃ早いね、あの大きな体で。いや盗塁をもう取っちゃうんじゃないかなっていうようなまあ今年はねピッチャーできないということもあって、 そうだね、そういったところも注目ですよね。まあ、そうだ、もちろんそうだね、うん、まあ、それと、松井がね、はい、ないから、まあ、投げてもうね誰なんだろう次のピッチャーはって思いながらも、うん、松井投手ならいいなって、まあそうだね、毎回変わるたびに思いながら、うん、でもまあメジャーデビューというね、山本由伸が、まあ、明日ということで、うんうん、それより先にね開幕戦で投げられたっていうことは、うん、それもゼロで抑えたからね。ね。非常に良かったと思うし、はい、まあ、非常にこう緊張してたね。いや、それも伝わりましたね。ね、まあもちろん緊張するなっていう方がさ難しいことで、うん、はい、でピッチクロックをね、はい、ちょうど違反投球を取られたんだよね。ね。うん、まあタイムが過ぎちゃったという。うん、まあ日本にいる時から。投球間隔って長かったんだよ。なるほど。だからそれはなぜ身についたかというとさ、うん、やっぱ抑えで一球を大切にするポジションだったから、うんうんうん、ちょっと長くなっちゃったと思うんだよね、はい、自分の投球パターンが、うんうん、だからそれはやっぱり気をつけないとね。ね、もういつもギリギリで投げてるからタイム見てると。わかりますね、それはなんか、うん、あみたいなね。まあまあそうだね、うん、だからまあただその投げてる姿をねダルビッシュが、うん、はい、なんか本当優しい兄貴のような顔して見てる姿っていうのはね、うん、すごくこう日本人同士として、うん、なんか温かいなんか思いが伝わったというかね。これねダルビッシュ投手あの、はい、コメントがあって、はい、松井投手のメジャー初登板に感無量ということでちょっと泣きそうになっちゃいましたって。もう三振取った時のあのダルビッシュ投手の顔はチームメイトではなかったですね、うん、まあそうだね、もう家族というか。いや本当さ、まあ、今年もアメリカ行ってね、うん、まあ、対談してもらったけども、うん、本当に優しいよね。優しいし、もうねなんかこう包み込む包容力があるというか。いや、それ豊さん自身も感じてますよね。いや感じてる。あの年はだいぶ下でも下だけど感じてる、ね、感じてるし、うん、やっぱりこうなんていうのかな、同じチームメイトとして日本人として、うん、なんかこう見る目が違うというかさ、うん、あのすごく温かく、うん、応援もするし、うん、アドバイスもするし、うん、だから松井にとってはね本当にいい兄貴がいるようなチームに入ってね心強いと思うよ、うん、もうこのねダルビッシュ投手がいるいないだけでも大きく作用しますよね。いやもうそれは全然違うわ、メンタル的にもね、うん、だから何を投げた何をね、打ち取ったとか、まあ、そんなに松井は覚えてないかもわからないけど、ね、緊張のあまりね、うん、でも本当に初登板で、うん、まあ、しっかりした仕事ができて、ね、だからなんか見ててほっとしたな、やっぱりな。本当に三振もね取れましたし、はいはい、でね、うん、ボールがね合うか合わないかっていうのはあるけども、うん、しっかりボールも投げれてたし、でフォークボールもしっかり落ちてたんで、うんうん、まあそういう心配はもうなくなったかなっていう、ボールね、うん、あとはちょっとマウンドの硬さがとかいろいろありましたけど、うん、またこれ韓国だからちょっと分かんないですか、うん、まあでもね、まあ、同じような形式で硬いから、うん、韓国のマウンドを見てるとね、うん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 、だからまあ同じような感覚で投げれると思う。あとはピッチクロックだけだね。
ね、時間だけだね。やっぱそこってね、やっぱピッチャーにとって間合いってすごくね大事だろうし、向こうで、ね、慣れていくしかないんでしょうけど、まあ、そうだね、うん、まあ今日はね、ダルビッシュに勝ちはつかなかったけども、うん、勝ちつけて松井がホールドポイントかなんか取って、まあ、大谷も打ってパドレスが勝つっていうのが理想だったけどもね。まあ明日は、はい、いや、吉野部が投げて、ね、ドジャースが勝ってみたいな、うん、そういう図式にはならなかったな。やっぱりこうドジャースはタレント軍団だな。本当にもうなんだね、1番から3番まで MVP が取ったことある選手が並ぶんだもんな。そうですよ。まあまあでも、うん、本当に楽しみをもらったというかね。ね、うん、高度な技術も見せてもらったし、はい、またその初々しさ、うん、でなんか日本人を見る投手をね、うん、こうなんか包み込むような感じで見てるダルビッシュ、うん、そういう優しさも、ね、うん、見れたし、まあ、素晴らしい試合を見れたなというふうに思ってます。はい、はい、ということでね、アメリカは一歩先に開幕しました。そうだね、うん、まあ、あとはね、日本の開幕がまた素晴らしい試合をね、はい、どんどん見せてもらえるように、うん、まあ、頑張ってください。はい、はい、どうも。